森マペイというあの政治家、大山総裁のスポンサーだったの、ね、森先生は本当に、あの柳川二郎さんとも非常に近い、あの菅谷村さんとも私は森マペイおよび柳川二郎と大山マスター、これも近いし、その上にはそこの黒崎健二、これの面倒を私が見とった。一時佐古屋先生からでしょう、佐古屋から送られた、送られたんですよ、そこ面倒見ました。この時のウィリー・ウィリアムズの猪木ウィリー戦、あれはニューヨークまで黒崎がついてきて、今ついた黒崎と大山茂が4000万の契約になった、はい、とりあえず取り手から2000万払ってくれと、もうどうしても頼むと、よく空手団体ではあるんですよ、あるんですね、何度盛り勘定でやってるから、ローヤマ館長か1200万いる、1200万、あ、黒人館のローヤマに2000万出してやれって、一回も礼儀来ないと、礼状挨拶も来ないっていうの、2000万出してもらってて、お礼にも一回も来ない、うん、だからもう、それも怒っちゃって、息子さん怒っちゃったら、これだけね、極真関係者にはもう応援しないってね、大輔さん腹決めちゃったらしいのよ。もちろん大山さんが死んだ直後、松井翔慶が千夜子さんと、はい、それから西田三平とグレートマウンティンという会社の当時1億4000万という金がそこに残高が残っていると、それが誰のもんなんだと、松井派と遺族派と、そうです、その全体で使うべきじゃないか、極真全体で、それで検証費を作る金に当てなさいとは言って、そう泉田神社の、そうなんだ、あの検証費を立てることなんだ、あの発起人の私は蚊帳の外の全然聞かされてないのよ。百年会館の顧問をやったり、はい、昔からね、はい、あの人と相通ずるものがあって、40年の付き合いなのか、私はもともと五十流ですから、五十流の九段、九段杉浦総司はもともと少林寺拳法だ、ああそうですね、五十、はい、流の平和な森をとともに金田広勝、和道流は日大の荒川徹さんという、一通流は馬文健和さん、馬文健和先生、和道流は大塚、大塚先生、空手道宗家家元会議、それが総裁が、それがお部屋を作ったわけ、はい、汚職だらけで警察機能は不全でね、裁判所までが金もらって判決を決める、権利なんかもう当たり前のように金取る、みんな真面目に権利をやってて退職したら何をするんだと、すぐに詐欺師と組んだりね、すぐ詐欺師の接待を受けて女をあてがえられて、生まれて初めて2号を作るわけ、ね、でその3号ができて4号ができてるいう弁護士いっぱいおるじゃない。ああそうなんですか、ね、まあ今ですね、あの浜井先生とあの、まあ、いろいろこの YouTube で発信をしてるんですけども、うんうんうん、まあ、あのその中でいろいろこう話題に上っていることがありまして、まあ、一つはですね、あの、まあ、この空手業界の中で、まあ、長年ちょっといろいろ問題化されてきた小島問題というのがあるんですけども、うん、まあ、総裁もよくご存知だと思うんですけども、小島和史さんについて、うん、はい、総裁どう思いますか。いや、小島いう人は私はね、あの全く知らない。知らないです。直接はご存知なんですね。うん、全然知らない。はい、まあ、それ、小笠原とかがね、はい、総裁のことを言え、なんかいろんなことを言い出したんでね、はい、あらららって。別に小笠原君は総裁ともそんなに親しくないし、いや、会ったこともない、会ったこともないのに、会ったこともないし、見たこともない、聞いたこともない、なんでそんなことなんかレッテルで言ってるのか、なんかその、あのうちの娘にまでね、うん、きっかけはあの浜井先生の娘さんのツイッターの方に、あのツイッターに書き込んだことが始まりだったんですけども、総裁とこう私の悪口を書き込んでるんですよ、はい、まあ、ちょっと読み上げますと、うん、あのお父さん浜井先生のことですね、右翼の大物、長道院大学さんというフィクサーをバックにつけたら気をつけな、
最初金出してくれるけど、特攻者のバイトとか集会に人集めしたりしなきゃならなくなる。昔大西先輩が教えてくれたよ、骨の髄までやられるから僕も関わりたくないのはそのためもあるよ。そういうこと言うんですよ、ね、関わったこともないのに。いやいや、私はね、あのそういうこと言われる、まあ筋合いはないけども、私もあの悪いやつを叩きまくってるからね。だからまあ自分も真実を持って叩くけどね、正義感に基づいて、はい、しかしまあ私が悪い悪いと言われても、あの私を何十年知ってる人は実態を知ってるわけだから、まあ、そういうことはあの認めないと思いますよ。実態を知ってる人は空手関係者から今まで相当まあ何十億が使ったと思います。私がね面倒見て何十億使ってる空手関係者から支援を受けたとか金取ったとかね。金は与えて助けてるけども、うん、空手関係者からね金をもらったことはない。これはもうもし空手関係者で俺に金を渡したやつがあったら、どこに全国一人で俺は教えてほしい、ね、もう一銭もないですから。その金を取ったことは空手業界の問題だけじゃなくビジネス界もね、政界も経済界すべて、まあビジネス経済一緒だけども、経団連諸国会議所ね、どういう会どこの社長からも私は取ってないです。この大西さんとは総裁面識はない、ね、ないよ、ね、なんですか。だからいや大西誰か分からない。大西のあのほらあのなんていうかな、あの極真会館のね、はい、18回だからね、あの全日本チャンピオンで小笠原君が2位なんですよ。2勝で当たった2人、ね、だからその小笠原君は会ったこともないし、はい、接したこともないのに、はい、あの人からの噂でレッテル貼ってるわけ、総裁に対して。会ったこともない人同士の名前を出して公にしてしまう。そうそうそう、だからそれやっちゃダメよって、そういうことは。でそれでそれだけじゃなくて、あの佐山さんの話もね、はい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 、引っ張り出してきてるんだよね、はい、佐山先生の初代タイガーマスク佐山先生の名前も出してまして、読んでみますと、佐山悟工業にも関わってきたから佐山悟先生は避けていたというふうに書いてるんですけども、まあ、これはあの僕自身があの前のリアルジャパンプロレス、現在 の, あのストロングスタイルプロレスの代表の平井代表の方と連絡を取りまして、まあ、今日ちょっと誘ってたんですけ ど、ちょっと用事があって来れないということで、まあ、この件に関してコメントもらってまして、まあ、これはもう全くの事実無根だと、そういうことは一切ないということをよろしくお伝えくださいということだったんですけども、総裁これに関していかがでしょう。まあ、私はあのこの先の面倒を見て、まあ2、3億わしから面倒見てるね、黒崎の。で、その藤原の、 あの現役時代もタイのルンビニア行くにせよ、みんな我々わしはタイのホテルに泊まって黒崎も泊めて、まあそのグループの中に藤原、佐山、まあ、もちろん仲がいいわけ。だから2人でしょっちゅうわしと来てたわけ。だから食事を与えたりね、話をしたりしたら、あの歴史はあるんですが、何十年という、うん、でこのどっかでうちで見て来てた人を向こうの番頭になって、桜井というやつかな、あの、まあ、佐山さん の, あのイベントにも私は顔を出してます。はいはい、やっぱり佐山さんがそういうこと言うわけがないと思うけども、まあそれは俺が見てないからね、どこで言ったか、だから本当に言ったか、タイガーマスクに聞きたいと。だからそれは言ってない。彼もそんなこと言う男じゃないわ、ね、そうですよね、人間立派ですよ。はい、総裁はね、うん、マイケル・ジャクソンにも10億だから20億渡せんのよ。はいはい、マイケル・ジャクソンいくらだったんですか。そうですね、マイケル・ジャクソンにいくら渡したんですか。まあ、20億違いです。20億ですか。まあもうマイケル・ジャクソン取ったままもう死んじゃったからね。マイケル・ジャクソンが日本に来た時に
名誉五段、静岡の名誉五段を総裁が渡したと、うんうん、これすごいですね。だからすごい写真あったよ、はいはい、そういうのね、あの出す方ばっかりでしょ、私は空手会、格闘技会、全部に一銭ももらってね。でうちの息子も、あの兄貴さんだ、息子もね、これはあのメイウェザーを日本に連れてきて、そうそうそう、ね、あの天心っていうのと試合させたでしょ。 あれプロデューサーらしい。これうちの息子が全部金出したんですよ。メイウェザーって言ったら、ね、今これそれ5億損しとるわけ、あいつは。メイウェザーが来て、これもそれで榊原の大臣はフジテレビからこれで終わりっていうのが延長されて立ち直ったわけ。だからそういうことして儲けたか言ったらお前損をしてね。であのいろんな人に出資させた分もあるらしい、息子の中に。宮本さん、ここまでね、貢献してね、はい、悪口言われたんじゃたまったんじゃないよ。本当そうですよ。なんでそんなおばさんを、いや、だから、さやは、タイガーマスクが、そこ言うはずがないだろう。言って、何のとこもないもんね、そこね。そうですね。またそ、あの人物は、私もまあ、長い歴史上の付き合いの中で、人間はまともな人間だ。しっかりした人間。格闘技界であれはあのエリートじゃないの、まあ、学歴とはそんな関係ない。人間のいわゆる、まあ、武士道だね、武士道を身につけてる、まあ、武道家であり、いわゆるあの格闘技選手でもあると。まあ、プロレスなんかも非常に身のこなしが良くて、そうですね、活躍してた、素晴らしかったですからね、あの動きは、リングのパフォーマンスはね。それが人間がまあ大人だと思うね。だから子供みたいなこと言うはずがないな。確かに。いやだからね、世の中の。その、なんとか言うやつ。小笠原君に聞いてほしいんです。何を根拠にそういうことを言ってんだと。もう今はもう僕の連絡も一切取らないで。ちょっとやっぱりあの、ほら、あの小島さんと一緒でね、自己コントロールできないみたいなんですよ。だからある意味みんな心配してるんですよね、うん、極真で準優勝した男ですからね、まあ、そこまで行っておきながら、まあ、そこまでいい成績を収めておきながら、まあ、ちょっとまあの精神的に不安定な状態が続いてるっていう状態ですね、うん、プロレス界でもあったらしいですよ、はい、あの契約の時間に来ないとかあるとかってやっぱあったらしいです、うん、彼はプロレスも出てたんですよ。ああそう、あの極真終わってから。だから総裁ね、これ話聞いてたら、まあ、あの総裁側の方でね、はい、息子さんも含めてね、はい、空手家と付き合いたくないって思うのあ、そういうまあ悪い印象を与えてしまう方もあるですよね。その後出てきて応援してもらったのはわしなのよ、本当にも確かにそうなってしまいますよね。いや俺はこれこういうことも全部、いやこれはね、もう実践に備えて全国日本人はこれでね必須にしないから、学校でも教えるべきであるときね、金玉蹴れ、ここまで言ってくれるのよ本当に。ちょっとさっきの話に戻ってしまうんですけども、はい、まあ、その総裁がさっきおっしゃられてた笹川さんとか あの話で、まあ、その大山総裁が全空連にこう取り込まれようっていう時に、うん、こう柳川さんを盾にこう笹川さんの誘いを断ったという背景があったと思うんですけども、うん、その時に総裁に関わられて、ご存知ですか？